こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、いつもと違った環境から動画をお届けしたいなというふうに思っています。僕が今回来ているのはこちらですね、バービック丸の内店さんなんですけども、今回はこちらの店舗からですね、皆さんに大人の男性に合う革靴をですね、具体的に3つご紹介をしてみたいなというふうに思っています。今回はですね、バービックさんとのコラボレーションになっているんですけども、ただですね、バービックさんの靴を宣伝するだけではやっぱりつまんないかなと思うので、今回はこちらの靴を使いながら大人の男性にこの3足を持っておけば間違いないというものをですね、お勧めしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。ちなみにですね、僕はバービックさんとの付き合いは結構長くて、今からですね7年ぐらい前から使っているんですが、僕は普段スタイリングをする際に結構ですね、バービックさんの靴をご提案することが多いんですね。まあ、革靴ブランドもいろんなところがあるんですが、高いものだと5万円だとか10万円以上のものもあったりするんですが、その中でもバービックさんの靴というのは作りもいいし、革の質も良くて、それでいて価格はですね3万円前後とコストパフォーマンスがめちゃくちゃ高いんですね。ですので僕も普段のスタイリングから愛用しているわけなんですが、そんなバービックさんとコラボレーションという形で、今回はですね、大人の男性に持っておいていただきたい靴をですね、ご紹介したいなと思っています。まあ、最近はですね、ビジネスの機会で履く靴というのもですね、だいぶ変わってきてるかなと思うんですね。以前であればネクタイを締めるようなスーツスタイルに対して、ストレートチップだとか、あとはプレーントゥーだとか、こういったものを履くことが圧倒的に多かったかなと思うんですが、最近はですね、だんだんビジネスウェアのカジュアル化が進んできているので、その中でノーネクタイのスタイルだとか、中にはジャケットを着てその下に僕のようにニットだとか T シャツを着る方も少なくないかなと思うんですね。そういった場合にストレートチップだとかプレーントゥーだとやや硬すぎるかなと思うんですね。ですので、今のビジネスウェアというところに合ったような、そういった靴を今回は皆さんにですね、ご紹介をしてみたいなというふうに思っています。そしてできればですね、スーツスタイルだけではなくて、スーツスタイルとビジネスカジュアル、またはビジネスカジュアルと私服、2つのシチュエーションで使えたらめちゃくちゃ便利かなと思いますので、そういった使い勝手抜群の靴をですね、皆さんにご紹介したいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速1つ目の靴からご紹介をしたいなと思うんですが、まずはですね、こちらにありますセミブローグという形の靴になります。まあ、皆さんなかなかですね、聞いたことがない名前かなと思うんですが、セミブローグというのは見ていただくと分かる通り、この甲の部分にですね、飾りのついてある靴のことを指しているんですが、こういった靴というのは普通のですね、ストレートチップよりは少し華やかさがありつつも、決してカジュアルになりすぎないので、さまざまなシーンで使い勝手がいいんですね。まあ、例えば正統派なスーツスタイルにも合いますし、最近のですね、ビジネスカジュアルにも使うことができるので、僕はですね、現代に非常に合った革靴の一つなのかなというふうに思っています。僕は今ですね、セットアップにネクタイを締めているようなスタイルなんですが、このような少しカジュアルめのスーツスタイルにもですね、意外とセミブローグは相性がいいので、僕は結構ですね、ストレートチップよりもこちらを愛用することが多いんですね。そして結構ですね、ストレートチップだとかプレーントゥーだと人と被ることが多いんですね。安いところでも結構ストレートチップっていろんなものが売っているので、その中でもちょっとしたこういった飾りがつくことで人との違いというところも出しやすいので、ぜひ皆さんにお勧めしたい革靴の一つなのかなというふうに思っています。今僕が持っているのはバービックさんのセミブローグなんですが、こちらもですね、またシルエットがすごく綺麗で、非常に使い勝手がいい仕上がりになっています。革の質感もめちゃくちゃ綺麗なんですよね。すごくですね、表面の質感もいい仕上がりになっていまして、あとはですね、作りも非常に軽くて、これはですね、使い勝手がすごくいいのかなというふうに思っています。そこに関してもこちらビブラムを使っていまして、非常にですね、雨の日なんかにも使いやすい作りになっているので、今のビジネスシーンにすごく合った一足になっているのかなというふうに思っています。で、こちらはですね、日本人に合わせた木型を使っているんですが、しっかりと日本人の足に合うようにカスタマイズされているので、とてもですね、僕らにも使いやすいような形になっているのかなというふうに思っています。で、色味に関してはブラックがベーシックで使いやすいんですが、少し華やかさを出したいなとか、よりビジネスシーンに
ジネスカジュアルに使いやすいストックとしてはこういったブラウン系もすごく表情がいいかなというふうに思っています。色のムラ感ですとか光沢感ですとか非常にいい仕上がりになっているんですね。こういったブラウン系というのは安い靴といい靴で結構差がつきやすいんですが、これはですねすごく完成度が高い色合いになっているので、ぜひこちらの色もですね皆さんにはチェックしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて2つ目の革靴をご紹介したいと思っています。2つ目はですねこちらにありますローファーですね。ローファーは個人的にめちゃくちゃ好きな革靴の一つなんですね。まあ、なんといってもですね使い勝手が抜群で、今の僕のようなですねジャケットを羽織って下にデニムのようなスタイルにも合いますし、あとはビジネスカジュアルの場面でも履けるので、かなりですね使い勝手がいい靴の代表的なモデルなのかなというふうに思っています。今日は僕はですねジーンズを履いているのでちょっと見ていただきたいなと思うんですが、ローファーというですね小綺麗な靴とこういったデニムのようなカジュアルなパンツというのは意外と相性がいいので、休日にですねちょっと小綺麗な着こなしをしたいときには意外とローファーがあると便利なのかなというふうに思っています。まあ、ローファーといっても様々な形のものがありまして、すごくですねドレスライクなものから少しカジュアルなものがあるんですが、まあ、今回僕が持っているような少しですね底が厚いようなパターンのものだと割とですねカジュアルシーンにも合いやすいかなと思うので、こちらは一足あるとすごく便利な靴なのかなというふうに思っています。まあ、ベーシックなところで言うとブラックが間違いがないところかなと思うんですが、意外とですねこちらのようなダークブラウンも上品でいいかなと思うんですね。ビジネスカジュアルだとかそういった場面にも馴染みやすいですし、すごくバランスのいい色合いなのかなというふうに思っています。バービックさんのですねこのローファーというのはすごくですねデザイン的にはベーシックで使いやすいんですが、あまり尖りすぎてもいないですし丸すぎないというですねすごくバランスのいいシルエットになっています。そして特徴的なのは木型なんですね。まあ、木型に関しては日本人に合うようにオリジナルのものを作っているんですが、意外とですねインポートのものでこういった日本人向けの木型を作っているブランドは多くないので、その点はですねすごくありがたいポイントかなというふうに思っています。まあ、日本人がですねローファーを履くと結構ですねかかとが抜けちゃうってことが多いんですけども、結構バービックさんのですねこのローファーはかかとがですねコンパクトに作られているので、これはですね長時間履いても足が脱げにくいのですごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。そしてソールに関してもですね基本的には革底のものが多かったりするんですけども、それはそれで正統派でかっこいいんですが、割とですね雨の日とかに滑りやすかったりするので、こういったビブラムソールだとかなり歩きやすくて雨の日なんかでもですね安心感があるのかなというふうに思っています。そして僕の中では結構ビブラムソールを使っていると重たいイメージがあるんですよね。ですがこれはですね持ってみないとわからないと思うんですが、かなり軽量な仕立てになっているので、すごくですね長時間歩いても使い勝手がいい一足になっているのかなというふうに思っています。こちらのローファーはオンオフ両方で使えるので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のシューズなんですが、こちらですねUチップという形のシューズになります。皆さんなかなかご存知ないかなと思うんですが、 U チップというのはですねこちらを見ていただきたいんですが、甲の部分が U の形になっているのでこの名称になっているんですね。こちらの靴というのは基本的には形はベーシックで使いやすいんですけども、実はですね様々なシーンで使いやすい靴として最近はですねいろんな方が使ってるんですね。まあ、僕自身こういった U チップは好きで以前所有をしていたんですけども、意外とですねビジネスカジュアルでも使えますし、カジュアルな着こなしですね、例えばジーンズだとかあとはカーゴパンツだとかワイドパンツだとかそういったものにも相性がいいので、結構今っぽく履くにはこういった U チップが使い勝手がすごくいいのかなというふうに思っています。まあ、特徴としては少し丸みのあるシルエットになっていまして、そこもですね厚みがあるんですね。ですので最近のファッションの傾向とも非常に合いやすい一足としてお勧めできるようなものなのかなというふうに思っています。ぜひ皆さんにはですねジャケパンスタイルで使っていただいたりですとか、あとはですね思い切ってジーンズですとかワイドパンツで合わせていただくのもいいのかなというふうに思っています。でバービックさんの U チップなんですが、こちらもですねシルエットはすごく綺麗で使い勝手のいい仕上がりになってるんですね。革の質感もすごく綺麗なんですよ。これもアップで見ていただきたいなと思うんですが、上品で磨けばですね綺麗な光沢感が出てくるようなすごく雰囲気のいいレザーを使っています。そしてソールに関してはしっかりと厚みがあるんですけども軽いんですよね。僕も以前ですね U チップは所有をしていたんですけども、それはですね結構重量感があって重たかったんですね。
ですので普段使う時にはちょっと気合が必要だったんですが、こちらはですねかなり軽いので日頃からですねかなり使い勝手がいいような作りになっているのかなというふうに思っています。そして製法なんですが、ノルウィージャンウェルト製法というものを使っていまして、こちらはですねものすごく手間がかかるんですね。ですのでこのような見た目の靴が3万円を切るというのは個人的にはすごく驚きがあるんですね。まあ、他のブランドだったら正直倍以上するのですごくコストパフォーマンスのいい一足になったので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回はですねバーウィック丸の内店さんにお邪魔しまして、大人の男性に合う革靴をですね3足ご紹介させていただきました。どれもですねすごく使い勝手がいいので、ぜひ皆さんにですねお試しいただきたいなというふうに思っています。まあ、こういったセミブログに関してはスーツからビジネスカジュアルで使えますし、こういったローファーですとか U チップに関してはビジネスカジュアルから私服まで使えるので、非常にですね使える範囲が広い3足なのかなというふうに思っています。僕もですねスタイリストという仕事をしているので、さまざまな靴のブランドを見てきましたが、やはりですね革靴に5万円以上というとですね一気にハードルが高くなるかなと思うんですね。その点革の質もすごく良くてですね、作りにもすごく凝っているバーウィックの靴というのはものすごくコストパフォーマンスが高い一足なのかなというふうに思っています。まあ、価格帯でいうと3万円前後というところで比較的取り入れやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなというふうに思っています。まあ、今回ご紹介した靴に関しては店頭で見ていただくのも良いかなと思いますし、または最近はオンラインショップでも取り扱いがありますので、この動画の下の説明欄のところに今回ご紹介した3足のですねリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方もチェックしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてベーシックで使いやすいアイテムですとかコーディネートについて解説をしたいなと思っていますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。